ベムディングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のドナウリース軍に属す市で、ベムディング行政共同体の本部所在地である。この町は、隕石の衝突により形成された、リースクレーターの周焉部に位置している。本市は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ベムディングの紙壁、ベムディングは793年にゴスハイムのヘルモイン、白の贈与証明書に、ウエンボジンがとして、初めて記録されている。この人物は、カール大帝の特権を得て、ゴスハイム周辺の所領を、フライジング司教に寄贈したのである。当時、ベムディングは4つの農場からなっていた。 マイアースホーフ、カッツェンザッテルスホーフ、ザントビヒエルスホーフ、ゼーガルテンホーフである。そして、森もウェンボーディンゲに属し、建築用木材やみんなが必要する、焚き木の権利はこの地の教会の責任者が有した789年に、オーカールは、ベムディングを、レーゲンスブルクの聖エイメラム修道院に寄進し、その後500年にわたってその所領に泊まった。 修道院と司教が霊園領主として機能し、霊園受領者を刺激できたことは重要である。宗教施設も世俗の統治権や、それに伴う権力と、同様かある一世の教会との融和政策の一環であった。このため王は、数多くの教会、修道院、聖堂館を建設し、カトリックを帝国の国教とした、 893年から935年まで、ネルトリンゲンの貴族夫人ビンプルクが、ベムディングを霊園とした。当時、ベムディングにはすでに200人ほどの人口があった。この町は、ローマ街道や、塩街道沿いにあたり、交易路や、その他の交通路が町を通っていたことがわかっている。1343年に、エッティンゲン博はこの町を都市に昇格させた。 1467年にこの町は、ニーダーバイエルン港、ルートビヒ旧世の安在所となった。1503年にこの町は、ウェンボーディンゲンから、現在のウェームディングに改名した。1669年から1672年まで、カプチン回収動員が改築された。1808年にこの都市は、自治行政権を失ったが、1818 18年の、 バイエルンの行政改革に伴う市長村令によって再び自治体が成立した。1972年にアーメルバッハが合併した。2008年の選挙でマルティン・ドレクスラーが当選した。彼は1990年から2008年まで市長を務め2008年には立候補しなかったイユルゲン・フォンシュトライトから職を引き継いだ。 市議会は20人の議員からなる。ベムディング氏の紋章は2本の斜め体で構成される。角、5つの百合三日月で構成される。これはこの町の歴史を物語っている。赤い帯の角はアンドレアス十字の半分であり、150年近くの間ベムディングの領主であったエッティンゲン家の紋章に由来する。5つの百合は、 ニーダー・アルザス博の紋章に由来するものである。この地方の霊主防空地方裁判所と5つの町は、エッティンゲン家が有していた。しかし、エッティンゲン博は、ベムディングの防衛施設拡充のための高額な費用を、捻出するためにこの所量を売却せねばならなかった。三日月は、モンハイム市に由来する。この町もエッティンゲン博が、 負債軽減のために売却しなければならなかった所領である。西園メラム教区協会級、ベムディング駅舎鉄道級ネルトリンゲンベムディング線は1903年に開通し、1981年に旅客運行を停止した。月曜日から土曜日までは、ドナウリース交通会社のバス路線が様々な方面へ運行している。フランスの自動車会社バレオは、ベムディングに 1> 約1200人の従業員が働く工場を有している。ありがとうございます。